こちらですよ。ダイソー。ダイソーということはね、100円。まあ最近もう100円じゃないのもいっぱいありますけど、なんとこちらは100円です。高い透明度 PC 素材ということですけど、これね、ポリカですね。ポリカーボネートでできてますんでね、非常に美しいんじゃないでしょうか。それがなんと100円ということでね、傷や汚れから本体をしっかり保護。まあ本体って書いてありますけど、まあジョイコン本体を守るというものですね。まあこういった消耗品はね、100円でかつ高性能だとめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ100円なんで雑に作ってあるんじゃないかなというね、懸念がありますんで、ちょっとね、チェックしてみたいと思いますが、ちゃんとね、傷がつかないように、まあビニールで保護してありますね。なかなか頑丈に保護してありますが、非常に高い透明度です。綺麗。なんかキラッキラ滑っちゃいましたけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。反射が美しいです。ちょっとね、このエッジがね、痛いですね。チクチクします。まあそこは2枚合わせちゃうと、指に干渉しません。ほら、すごい透明度。綺麗。まあこれをね、計4枚入ってます。4枚ってことは要するに2つのね、ジョイコンをカバーするためなんで、まあ普通このようにね、ジョイコン2本分をしっかりとカバーできると。まあ特にね、限定ジョイコンなんか使ってたりすると、あとはね、キッズが使うと、すごい雑というか汚いんで、まあそういったものをね、保護して渡してあげたいというニーズなんかにはね、まあそのためにこれが1000円すると、ちょっと悩んでしまうんですけど、まあ100円ですからね、非常に使い勝手というか、まあ多少傷ついちゃったって、また買えばいいや、みたいなね、そのぐらいの価格ですね。はい、ということで早速組み立てていきましょうか。まあ簡単です。2枚合わせてポチッと押すだけで入ります。カチャッとね。非常にこう、なんだろう、ジョイコンそのものはね、マットなデザインなんですけど、ちょっとね、つぐつぐした光った感じで、まあ別の高級感を感じるというかね。しかもこうジョイコンのね、シェルそのものを交換じゃないので、簡単ですね。またカチャッとはめると。まあそんな難しい作業じゃないというか簡単です。入ってないかな。カチャッと。はい。はい。若干こう、ピシッといかなかったんですが、どうかな。入ったかな。はい、こんな感じで。ほら、非常にこう、テカテカしてね。普段見かけるジョイコンとはまたイメージが変わります。こんな感じで、なんかこうね、非常に高い透明感。綺麗ですね。反射が美しい。じゃあ早速ね、本体につけて、プレイしやすいかどうかってすごく重要だと思うんでね、チェックしたいと思いますが、はい、スッと入ります。ちょっとこう、イメージが変わったかなって気がします。まあ、シェルそのものを交換してないため、ちょっと肉厚になって、あ、取れちゃった。しっかりつけてなかったです。これね、自分の責任でしたね。さっき、ちょっと違和感があったんですけど、その時しっかりやればよかったですね。で、まあ、ちゃんと付け直したらこんな感じで、非常にこう、高い透明度っていうんでしょうかね。で、ここにね、ちょっとグリップがついてるんです。わざとっていうのかな、意図的につけてあって、ジョイコンの時は引っかかりがなかったんですけど、ここのね、出っ張りによって、グリップによってホールド感がわずかに増してますね。わずかっていうのは難しいですけど、ちょっと増してる感じがします。ただね、スティックはいいんだけど、ボタンですね。ボタンをね、どうだろうな、スティックは問題ないんですよ。ボタンがね、この、厚みが増した分だけ、ちょうどこう、ポリカーボネードの厚さとボタンが出っ張ってる部分の厚さがほぼ一緒になりますんで、若干下の方にボタンがいっちゃったかなっていう感じで、普段裸でジョイコン使ってる人には違和感を感じるかもしれません。まあ慣れる必要があるのかなっていう気はしますね。これは別にダイソー製だからいけないじゃなくて、
この手の商品はみんな同じ共通の悩みが発生すると思いますね。あの厚みの分だけボタンが陥没した状態になってますんで、まあそれがね、なんか嫌だなっていう場合はこういった商品はね合わないと思います。じゃあこの状態でドックに刺さるのかっていうと、まあ本体にカバーをつけてないため全然問題なくね、あのジョイコンカバーつけた状態でも純正ドックに刺さります。だからそんなにね悪い影響はないんじゃないかなと思います。だからジョイコンをね大事に使いたいっていう人は、まあこんな商品もね100円ならばいいんじゃないかなと。まあ自分特にね子供用につけておこうかなと思いまして、早速ね2つ買ってきました。ということで、まあなかなか100円で高級感のあるディテールになるんで、まあ100円ならねいいかなって感じです。1000円だと多分買わない。ということで、ダイソーのねジョイコンカバーなかなかナイス。ではまた。